こんにちは、浜松工業高等学校吹奏楽部です。本日司会を務めるのはチューバパート山本優馬と2年トロンボーンパート高崎優馬です。よろしくお願いします。ただいま演奏した曲は海を越える握手です。この曲は1898年に起きたアメリカとスペインの戦争を背景に生まれた作品で、現在では国際的な友情を称えた行進曲として海外親善の催しなどで演奏されています。中低音の迫力のある音色とピッコロの華やかさがマッチした曲奏でしたね。さて次にお送りする曲は宇宙戦艦ヤマトです。ヤマトの壮大な世界を吹奏楽バージョンでお楽しみください。続いてお送りする曲は塔の上のラプンツェルメドレーです。ラプンツェル通勤にはもちろん、ラプンツェルを知らない方もぜひこの機会にラプンツェルを好きになりましょう。それではお聴きください。塔の上のラプンツェルメドレーです。Thank you.
する曲はオーメンズオブラブです。吹奏楽でも大人気のこの曲は世の中に数多くの名曲を残したフュージョンバンド T スクエアのオリジナル曲です。そしてこの曲を吹奏楽の 作曲者として有名な真島敏夫さんが編曲し、多くの人が愛する名曲となりました。冒頭のワクワクする部分からチャイムが鳴り響き、演奏がスタートしていきます。聴きどころが多い曲なので楽しんでお聴きください。オーメンズオブラブです。Thank you.
の曲が最後になってしまいました。最後の曲に行く前に宣伝です。12月28日土曜日にサワラ音楽ホールにて第60回記念の定期演奏会を行います。クラシックやポップスはもちろん、マーチングや劇なども取り入れた小さなお子様からご年配の方まで楽しめるステージとなっております。ぜひご来場ください。詳しい内容は浜高水部インスタグラムにて情報を発信しておりますので、ぜひフォローもよろしくお願いします。最後にお送りする曲は星条旗よ永遠なれです。浜高らしいパワフルな演奏をお楽しみください。本日は私たちの演奏をお聴きくださりありがとうございました。Thank you.